4月5日と6日の2日間、北勢線100周年をお祝いするイベントが各地で開かれました。4月5日土曜日には、北勢線事業運営協議会と三岐鉄道主催の北勢線開業100周年祭が開催され、多くの人でにぎわいました。会場の一つ、東院町の北大社車両区では、100周年を記念して、北勢線の線路幅762ミリと同じ長さの切符などが販売され、人気を集めていたほか、車庫の見学を多くの人が楽しみました。さらに東院駅では、運転指令見学会や運転操作体験会などがあり、運転士の気分を味わう子どもの姿も見られました。そして、北勢線お笑い電車と題した特別電車が、西桑名駅と上木駅の間を走りました。車内では鉄道ものまねで人気がある芸歴32年の立川慎二さんが、誰もが耳にしたことがあるホームの音や車内アナウンスを披露。乗客の皆さんは北勢線に揺られながら、笑いのある楽しいひとときを過ごしていました。一方、5日6日の2日間、北勢線と町はぐくみを考える会明日によるイベントが上木駅周辺で開かれました。旧上木小学校前で行われた5インチ北山の乗車体験に訪れた人は、北勢線は素朴で親しみやすく、子どもたちは黄色い電車が大好きなので今日は大はしゃぎですと話していました。また上木温泉あじさいの里ではプラレール運転会と鉄道模型運転会があり、北勢線車両をはじめ日本の代表的な特急列車が走る姿を子どもだけでなく大人の皆さんも熱心に見学していました。大正3年4月5日に開業して以来100年、北勢線の魅力は車両をはじめ沿線に名所や史跡がたくさんあるところです。これからも訪れる人を楽しませてくれる鉄道として大切にしていきたいですね。